8月25日、最新セリーグ順位表。シャリはないのにネタは豊富。M22 です。バウアー2桁来たー。バウアーはあと3勝ぐらいかな。エラー系インエラー犠牲フライでさよならやばすぎやろ。阪神も広島も負けへんね。広島強すぎやろ。全然減らへんやんけ。サンキュー森下、サンキュー佐藤、サンキュー村上、サンキュー近本。誇張抜きで毎日ネタを提供してくるチドゴンズ。さすがに今日で立浪精神切れたろ。1イニングに10点取られるのはプロではないです。ツンゴラド楽しそうやね。米解禁すんの？戸郷慶応とは恐れ入った。阪神勝ったのに中日に全て持っていかれてしまう。とんでもなくクソみたいな負け方したチームあるのに中日には勝てねえわ。伝説で草。地球、白神。阪神と中日いつまで並走するんや。逆走的。さすがに立浪やめるんちゃうのこれ。立浪本人は3年契約全うするつもりやぞ。防御率108、1回62球、さらし投げほんと臭すぎる。中日面白いね。18点って何があったんや。ヤクルトもまあまあやらかしてるのに、ジュニドラがすごすぎるわ。一軍上げて早々さらし投げとは鬼畜やな。さらし投げを許すエイジにドン引きだわ。殴ってでもやめろよ。大島の2000本安打見に行った結果。巨人もヤクルトもひどい負け方したのに、中日の芸術点が高すぎる。ジャッキン30も通過点とはたまげたわ。しかも2000本見るために 3.2 万人来てるの本当にやばい。さすがに米解禁か？なんか中日一気に暗黒感出てきたな。すまん、せっかく阪神が解消したのになんかそれどころじゃないわ。